2009年1月秘密の旅3マーシャル諸島の年明けということでですね、これはマーシャル諸島全体の Google のマップでございます。上の方にね、リキエップ環礁があります。これがリキエップ環礁の地図でございます。で、その中の空港のある島、リキエップ島でございます。ホテルとかね、こんな感じに存在しております。そして時々2回ですかね、船で釣りをしたのはこの辺でございます。こういったところの旅の様子でございます。日記、2009年1月1日マーシャル諸島滞在期、リキエップ環礁、リキエップアトローの一部のリキエップ島。リキエップはマーシャル諸島の中のラタック列島の中にある環礁でございます。ラタックっていうのはマーシャル諸島の東側にある列島、西側にある列島のことをラリック列島と言います。前回の動画の続きでございます。リキエップでお正月、年明け0時とともに周りで人々が騒いでいった。子供同士 3,4人のグループや若者グループ、親子グループ、ご近所さんグループが順番にホテルにやってきては、歌を歌ったり踊りを踊ったりお菓子をくれたりペンダントを首にかけてくれたり、そしてホテルのオーナーはそれぞれにお菓子やタバコをあげていった。ハッピーニューイヤー、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 Kerana kena jadi erodre cuma ni nak dia nama. Mau ada kan molo rani kena naron mona lagi jemput kita rukun kilawani erol. Jemput kita rukun kena ikhwan nak kita rukun kilawani ini ada. Cerdikin raga lama nak pun. Loge cuma menu ini cuma memang kita kau deh tutorial.Nanti waktu bayar, yang kejaran manier, ikan iya ini ada, ikan yang riri bay, ani jenis paranot cibang air, cak komro, enak ani orang cibang komro lo ani semalam lah, ikan yang riri bay iya ini ada, ini foto bayar dengan aku ramal lah, mau tengah lah, jemur, kabi lo aru di pendron.Iwan Island ini naro itu. Yang ini cuman kalau ini ni awam awam rongan. Kau deh betul. Jadi lorot umpan ni di luar kemana awam ini. Kan kau yang kau jauh. Kami juga betul je ni pernah tiponi. Ini per patai jadi lagu ni ke. Menol kejiban yang rajin kejiban ini.อีบันโดนจูบันโดนมันนู้เลยจะบริจาคเป็นเงินทุนมันthank you very much มาเจอกันแล้วเจอกันมาเอาไว้อ่านตายนะมาป้ามาMore
Okay, thank you. Yeah, starting from midnight. Yeah. Juniji. The people will come. Okay. 大人も子供も勢ぞろいでですね、ハッピーニューイヤーを祝っておりましたね。Thank you guys. Happy New Year and all. Come on, Tata. Thank you so much.
Thank you, Chima. Thank you, my brother. 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 Thank Thank you. Come on, Tata. Happy New Year. Happy New Year. One day, you are going. Tarbina, kapuran, malam bilangan tuin. Kami talen diale. Happy New Year. Sinne mo niya dito. Ah, omineto. Thank you. Komon tata. Ewa put na eh. Pandi eh, iba tarabi na. Kijangan na yan matan. Tuwain. Thank you. Ligo lang kayo ron. Pero nga pa niyo ba yan yung rumpul ko rin ako. Ayaw niyo ba yan? Parang man. Okay. You guys later. Okay.僕のためにやってくれたのか、それとも毎年こうなのかちょっとわかんないですけどね。Happy New Year! とにかく夜中までね、騒ぎは続きましたね。カメラで撮ったんですけどね、真っ暗なのでね、ちょっと動きは鈍いんですけどね。
Happy New Year. 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 Happy New Year.Happy New Year!1ぐらいまでそれが続いて寝て待ったりしながら過ごした。
どこかアメリカのハロウィンを思い出す。違うマーシャル諸島でも同じように年越しやクリスマスを過ごしているようだ。そして一発だけ赤い花火が上がった。虫よけをかけながらのね、宴でございます。Happy New Year! Happy New Year! Come on, Tata! Good night! やりたいことが見つからない。8時に目覚めるお正月でございます。ケーキとチキンとライスを食べる。あさっての飛行機までどうやってここで過ごすか。1月3日の飛行機に乗る予定でございます。悩み始めました。もう島中を歩き回っていた。朝は黄色いカトリック教会にみんな集まっていた。部外者である自分は外遠くからその様子を暇だったので眺めていた。そして静かな小さな街並みをいつものように歩いた。そして11時頃
黄色いカトリック教会に戻ってみたら、みんな建物から出て木の下でみんなお茶を飲んだりしていた。自分にもパンとニッキのような味のお茶をくれた。みんなハッピーニューイヤーを祝っていた。午後は一匹だけ小さい光物の魚が釣れた。これといってやることがなく、また島を歩き始めた。島の裏手にある干渉の外側から気持ちいい風が吹いてくる場所で丸太に座っていれば汗をかくこともなく気持ちよくいられた。いつも暇になるとここに来ていた。でもすぐに小さめのギターを子供たちが持ってきてハッピーニューイヤーを歌いに来てくれた。ウミガメの子供を発見しました。18時頃、大人たちだけで集まったスピーチを聞いたり、食事をしたり、歌を歌ったりするパーティーに招かれた。食べきれないほどまた食事が出た。僕は宿に持ち帰ることを忘れて一生懸命食べ始めた。でも、どこを見てもフォークなどがない。みんな見ると、みんな 手でね、手づかみで食べている。自分の手は少し汚れていたので、宿からお箸を持ってくるべきだったと悔やんだ。よく見たらチキンがまん丸一匹入っていた。このチキンの足の部分のもも肉を急いで食べて、その骨を箸代わりにして、そこに敷き詰められたライスを食べたんだね。そして周りの大人たちがそれを見て微笑んでいた。こういうアイディアを旅の中で考えながら少しずつ僕は快適を
手に入れている。まあいろいろね不自由な部分があったんだけども、だんだんとこの島の生活習慣に合わせて楽しんだということでございますね。魚ケーキ2個、ココナッツがあった。チキンは丸ごと1匹食べきれたけれど、あとはさすがに宿に持ち帰った。本当に年末年始のねいいところ、いい時にねこの島にね滞在 したなって思いましたよ。僕がただ単の旅行者なのにね、こんなにいっぱいパーティー、クリスマスも含めてパーティーを経験できたなんて本当に幸せな旅でしたね。触れて幸せでしたね。
に続くんですよ。でも本当にいい時に来ましたよね。10時ごろ宿に戻り、ぐっすり眠った。抜け出せなかった恋。作詞吉妻。2009年1月1日リキエップ。僕という人を早く片付けたくて、この先あなたを愛することなんて一生ないわなんてはっきり言ってのけた。いつも僕とデートしてくれた君の気持ち。やっと今分かってきた気がしたよ。僕みたいに君のことを見つめていた男が君にはたくさんいたんだよね。少しは分かっていたけれども、分かっていても
人は心の気持ちよさに負けて間違えたままの景色にすがりついてしまう。我慢の向こうに正しい景色があったのに、あの時の僕は君にハマっていた。あの時の君が綺麗で抜け出せなかった恋。僕という人を愛してあげたなんて今から見ればそんな態度でしかない。あの時の君だった、それだけだったけれどさ、いつも僕とデートしてくれた君の気持ち、やっと今分かった気がしてきたよ。君の手で君が届かなかった僕の心のどこかにある。君が僕から取れるのを守って防げなかった部分の君の傷に優しく、あの時に手当てできていたなら、僕はこの僕の心の手を、君が僕の心にいた時代の記念、君が僕の心にいた時代の記念に大事に胸に今当てて暖かくしていよう。抜け出せなかった恋。時代の記念に大事に胸に今当てて暖かくしよう。抜け出せなかった恋。君の気持ちをひっくり返すと、あの時は頑張っていたけれどちっとも気持ちをひっくり返せなかった。涙のさよならに負けた心の中よりも頭の中で考えすぎた恋。心の中よりも考えた通りにできなかった恋。できなかった恋。君の手で君が届かなかった。君の心のどこかにある君が僕から取られるのを守って防げなかった部分の君の傷に優しく、あの時に手当てできていたなら、僕はこの僕の心の手を、君が君の心にいた時代の記念に大事に胸に当てて、胸に今当てて暖かくしよう。抜け出せなかった恋。リキエップの日記、リキエップの人の優しさも明日まで。作詞をちつまリキエップ、2009年1月2日。どんなに幸せな夢を見られても、見続けるとお腹いっぱいになって何が幸せだったのか分からなくなって、あらゆる欲をなくしていく。でもこの島には明日までしかいない。気軽に見えなくなってしまう。そして別れが非常に悲しくなる兆しを感じ始めている。もうこれ以上親切にしないでほしいなんて、最後の幸せを腹八分目で止めたい気持ちでいる。頼るものは神だけになる。お願い、明日飛行機来て。今度こそ明日この島を出る。出たい。アイリンラップラップ鑑賞でまた1週間の滞在が始まる予定だ。無事にいい宿を探し出せたらいいなと思っていた。そして1月10日に首都マチュロに無事にたどり着きたい。つけること。マーシャルエアラインはそれほどエンジントラブルが多くて、欠航するから不安なんだね。おかげで12月30日にウォーチェ鑑賞に行けなくなった。この島には電話もなくオフィスもなく、ラジオを持っている人が聞いて飛行機が来るかどうか確認するしかない。こうなってくると頼るものは神だけになってくる。でもどうなったっていいやって思うしかなくなる。のんきに今を楽しもう。この日の食事、朝炒めご飯、お昼ラーメン。午前中は黄色いカトリック教会の前の海岸にある船の残骸、鉄の塊のところに行ったら、タコを
錆びついた金属の塊のところでタコを見つけたんだね。追いかけ回して遊んだ、取りたかったけど無理だった。タコは岩になりすまし、小魚が近づくと手を伸ばして捕まえようとしていた。この日も島の裏手の涼しい場所に行って休んだ。また釣りに船で連れて行ってくれることになって楽しみにしていたんだけれど、でもまた波が強くて結局船での釣りはね中止になって、また島をブラブラすることにしたんだね。夕食はツナ缶とライス、芋のような羊羹のような黄色い食べ物を食べた。笹餅のように歯でくるんである笹団子のことかな、ちょっとわかんないけどね。少し僕は夏バテ気味になっていた。芋のような羊羹もね、もしかしたら日本人が教えたものなのかもしれないですけど、ちょっとよくわからなかったですね。そんな感じでこの時僕は過ごしておりましたね。2009年1月2日の日記より、恋をしていないと慣れない心地よさがある。一人ででもいいから、その心地よさに触れられるようになっていれば恋自体をしなくても済むかもしれないな。君の美しさと笑顔と魅力さえそこにあれば、君はここにいるから美しいのか、連れて帰ったなら違う君になっていく。今ここにいる限りの脆い美しさの君のこと、連れてはいけない虚しさが心を襲う。寂しいよね、人の恥じる心や照れるような気持ち、人と人をつなげるよね。人の恥じる心や照れるような気持ち、重なるたびに、繰り返すたびに、だんだんと変化してくる二人の壁、手をつなごうなんて思いたくなってくるけれど、もうさよならなんだよ。ずっとこれからはずっと繰り返すことなく。2009年1月2日の日記より、君に会っても何も変わらないのに、名前を聞いたって住所を聞いたって何も変わらないのに、手が欲しがるように抑えきれずに伸びていくから、強制的に一人になるよ。もう今日はお休みだよと。それでも僕は君の夢に夢中に染まっていく。
君の夢を見たって冷めて寂しいだけで何も変わらないのに、君に恋したって冷めて寂しいだけで何も変わらないのに。2009年1月2日の日記より、少し夏バテ気味だ。笑顔を作り出すのに少しだけ苦労するくらいにだ。こんな時には自然と人前には出向きたくなくなる。それでも仕方なく人とすれ違う時には笑顔になって手も振って返してもらって心地いい気持ちにさせてくれたリキエップ。でもやっぱり僕は少し夏バテ気味だ。明日で去るんだこの島を。2009年1月3日の日記でございます。リキエップの日記で、マーシャル諸島滞在記でございます。リキエップ干渉、リキエップアトロの一部のリキエップ島は、リキエップはマーシャル諸島の中のラタク列島の中にある干渉の一部の島であると。田舎レベル3へ、東京から見てマーシャル諸島の首都マジュロは田舎レベル1、レベル1だとしたら、リキエップはホテルが1軒しかないので田舎レベル2、そして今日これから行くところは田舎レベル3。果たしてどんなところなんだろう。ついに来たリキエップさよならの日、少し寂しいけど違う場所にも早く行ってみたかった。最後の日なんだね。あっという間のリキエップ滞在が終わろうとしております。1時間だけ午前中島を歩いた。今日もリキエップは太陽で暑い。だいたいいつも温度計を見ると29度 C を指している。お正月なのにね。本当にリキエップとの別れは寂しかった。結局ここには11泊12日間滞在した。もう本当に旅しているというよりも日常を感じるようなね、そういう感じでございます。
いところに来ましたね。本当にニキエップとの別れは寂しかった。結局ここに11泊12日間も滞在したんですね。ホテルのおじいちゃんのオーナーと奥さんにはお世話になった。荷物を背負って林道を歩いて芝生の空港に着いた。子供たちが駆け回って遊んでいた。カメラを向けるとみんな喜んで集まってくる。若い女の子たちは寂しそうに見つめてくれた。もしかしたらみんな自分と同じくらい寂しいのかもしれないと思った。15時ごろ飛行機に乗り込んで、飛行機はあっという間に雲の上へ。雲の切れ目からリキエップ環礁の無人島の島々がきれいに見えていった。飛行機から眺めた景色でございます。
そしてですね、途中のね、寄った場所のね、島が見えたので写真撮影をしてみましたね。イーバイという島でございます。飛行機はクワジャレン環礁、クワジャレンアトロー経由でアイリンダプラブ環礁、アイリンダプラブアトローのアイロックという島があってですね、そこの空港へ今から移動して向かっていきます。まあ最終的にはマジュロの、ね、首都まで飛行機は飛んでいくんですけども、クワジャレンに着陸するときに、ちっちゃい島、建物がぎっしり建っているイーバイという島を見かけましたね。いずれ予定外にそこに行くことになって、この時には思ってもいなかった。さてどういうことなんでしょうね。まあ今はそこに触れるのはやめておきましょう。この日記より、どんなに強く泣き叫んでいる子供も呼吸するたびにだんだんと泣き止んでいく。呼吸しながら気持ちの抑え方を学んで、どんなに夏バテ気味の僕の身体も呼吸するたびにだんだんと慣れて楽になっていく。旅歩きしながら気持ちの奥ゆかさを噛み締めながら。1月3日の日記より、地球よ寂しいかい。宇宙でただ一人の人間星、この奇跡の塊のような時代の営み、駅の旅物語を継続していこう。誰もが一生を大事に生き尽くして、次の子供に時代を明け渡していく。風の吹く中、雨の降る中、暑い日差しの中、幾重度も幾重度も、新しく笑って、泣いて、叫んで、悔やんで、悲しんで、繰り返していく、繰り返していく、繰り返していく。地球よ、寂しいかい。宇宙でただ一人の人間星、この奇跡の塊のようなコマの回転をいつまでもいつまでも継続していこうよと願いたい、願いたい、願いたい。1月3日の日記より、生きていて気がつくべきことはいくらだってある。人それぞれにそれぞれの気がつくことがいくらだってある。僕の場合はいろんな地球の場所の景色を見て、ああだこうだと思いながら新しい詩が書けることに気がつくこと、これが僕が見つけた僕の気がつくべきこと。だけどもちろん気がつくべきことはこれっぽっちではまだ飽き足らない。